ヒシンモクシネクロノームは、朝松県による日本のライトノベル。イラスト並びにメカデザインは、中北浩二が担当。電撃文庫より、全3巻が刊行された。クトゥールー神話を、物語世界観のバックボーンとし、巨大、ロボットイコールクートゥールーイコールアクションを、コンセプトとして執筆された作品。人類発祥以前に地球を支配していた、旧支配者が、 最終兵器として作り出した巨大ロボットを主軸に、それに関わる少年少女を描いたジュブナイル小説としての側面もある。第1巻の発売は1998年9月だが、作者の朝松健が自身の他シリーズの執筆で多忙だったため、2巻3巻の発売までにはおよそ3年もの期間が開いている。千葉県沖の海底で在日米軍が奇妙な人工物を発見。 尊上の胴体に、海星型の頭部を持った、一見巨大な彫像とも思える。それは、遥か太古に地球に君臨した知的生命体、イニシエのものが残した、最終兵器、ネクロノームだった。これをめぐり、世界征服を企む秘密結社、コスモ・マトリックスと、その野望を阻止すべく活動する組織ファウルスが、争奪戦を開始。しかし、人類同士の争いをよそに、 ネクロノームは自分自身の意志で乗り手を求め始めていた。いずれも電撃文庫より。1998年9月発売 ISBN4 から07から309,619から22001年7月発売 ISBN4 から840218633、2001年8月発売 ISBN4 から840218765。 ありがとうございます。